ティアンデイ三つ星チャンネルのマロンです。今回はヤバいです。今回はラーメン好きなラーメン女子ことマロンが大阪のラーメンを3店舗紹介します。ラーメン屋の常識をすべてぶっ壊したおしゃれ雰囲気のお店、科学的アプローチで旨味を追求しすぎて美味しいラーメンが出来上がってしまったお店、丼屋として創業したのにサイドメニューのラーメンが人気すぎてラーメン屋になってしまったお店など、大阪でラーメンを食べるなら外せないラーメン屋さんを3店舗ご紹介します。いいなってなったらぜひともチャンネル登録高評価お願いいたします。では早速本編です。三つ星の公式 LINE ではお店のお得なクーポンを発行したり、三つ星のイベントを告知したり、 YouTube で紹介しないお店を紹介することがあります。よければ概要欄の URL をタップして友達追加お願いします。こちらはだしと小麦の可能性さんです。お店の場所は大阪日本橋駅から徒歩5分の場所にお店があります。かなり注目を集められているお店で、ラーメンウォーカーという雑誌で大阪新店部門1位になった新時代ラーメンのお店です。席はカウンター6席ほど、テーブル一択で一人でも入りやすい雰囲気。北新地のカツサンド屋の店主が限定で作っていたラーメンが美味しくて大変人気だったみたいです。そこから派生してお店に出店に至ったみたいです。メニューはこちらになっていて、麺の種類は何種類かあります。今回は1350円の特塩ラーメンとかき揚げ丼のセットです。麺は細麺でパッとした麺で風味を感じやすい麺でした。トッピングが多いのがめちゃくちゃ嬉しいですよね。右から牛、豚、鶏になってます。牛はじわっとした美味しさで、豚はとろける美味しさ、鶏は噛み応えがあって優しい美味しさです。いろいろとお肉を楽しめるのはラーメン屋ではなかなかないサービスで感動です。スープはかなり整った味わいです。科学的アプローチでスープに旨味を出しているらしく、研究に研究を重ねられてできたスープです。そりゃ旨味を感じられずにはいられません。バジルはすり鉢ですりつぶしてペースト状にします。体験を食べるなんて言ったりすると思うんですけど、こういったひと手間も楽しいです。バジルをすり鉢で初めてすりつぶしました。すりつぶしたらここにスープを 2,3 杯入れてつけ麺として楽しむというスタイルです。カツサンド屋さんということで、スープとパンの可能性を見出したみたいで、パンも提供されています。パンはスープにつけるとパンの味がさらに出て美味しくなります。トマトムースとスープをレンゲですくって溶かしてから一口味わってみてください。かなり絶品です。天だし茶漬けはアボカド、ナス、エビ、玉ねぎ、豚角が入ってます。中に鰹節入っているのでスープ入れます。野菜、海鮮、お肉を優しい味わいのつゆと一緒に食べて締めにかかります。もう美味しさ、ボリューム、繊細さ、どれをとっても素敵なラーメンでした。大阪日本橋にあるだしと小麦の可能性さんでした。ぜひ行ってみてください。グルメインスタを本気でやってます。 YouTube では紹介しない店とかもインスタで紹介してます。概要欄のリンクからフォローしてね。こちらネクスト四角さんです。お店の場所は大阪難波駅から徒歩5分くらいの場所にお店があります。難波グランド花月から徒歩2、3分です。なので吉本新喜劇を見に行った後にネクスト四角さんに行くみたいなプランは大いにありだと思います。ネクスト四角さんはキャッシュレスオンリーになるので、支払いに関しては注意してください。何よりも驚きなのは店内です。ラーメン屋といえば一般的には大衆レトロな雰囲気とかをイメージしちゃうんですけど、それとは全く別の世界観の内装のお店になっています。高級店でプロジェクトマッピングのお店とかであれば聞いたことあるんですけど、ラーメン屋でプロジェクトマッピングやっちゃいましたなんていうのは初めて見たので驚きが隠せませんでした。メニューはこちらです。麺はかきパイタン、かきブイヨン、かきつけ麺の3種類あります。かきフライやかき飯や肉寿司などもあります。ちなみに今回注文しなかったんですけど、肉寿司がすごく美味しいみたいです。食べそびれてしまいました。今回は1100円のかきつけ麺を注文しました。まず香りなんですけど、かきの濃厚な匂いがぐっと漂ってきます。麺は見た目が完全にきしめんな平打ち麺になっています。麺は超有名な製麺所である定額さんとオリジナル開発したみたいです。加水してる水とかまでこだわって作っているみたいです。やはり飲食店はこの細部までのこだわりが素敵ですよね。家でそこまでこだわってやらないし、そういったこだわりがあるとより飲食店に行きたくなります。ちなみに麺はもちもちで美味しいです。スープは牡蠣と豚骨が混ぜ合わせられていて濃厚でもちもち麺にぴったり。チャーシュー肉は分厚く脂が少なめであっさりめで食べやすかったです。かなり並ぶときは並ぶので時間を気にして行かれることをおすすめします。大阪難波にあるネクスト四角さんでした。ぜひ行ってみてください。ぜひチャンネル登録してグルメ仲間になってください。また高評価もよろしくお願いします。こちらは IKR51 さんです。お店の場所は大阪心斎橋駅から徒歩3分くらいの場所にお店があります。カウンターは6席、テーブル3択ほどあります。 IKR51 さんはもともと丼屋として創業されたみたいです。ただサイドのラーメンが人気で今やラーメン屋になったラーメン屋と言われています。
されています。ただ今でも丼の種類は豊富でいくら丼とかはかなり人気みたいです。今回は注文しなかったので残念です。メニューはこちらです。今回は1280円の特製貝だし醤油ラーメンを注文しました。ラーメンは化学調味料無添加というこだわりがあるみたいです。特製にしたので具材がかなりモリモリです。味玉、ポークチャーシュー、鶏チャーシュー、鴨スモーク、鶏たたき、ワンタン1個が入っていて具沢山です。具がいっぱい入っていると満足感を覚えてしまいますよね。私だけですかね。鴨と鶏たたきが同時に入っているラーメンは珍しくてシンプルにびっくりしました。鶏たたきは皮がしっかり焼かれていて少しパリパリしています。ただ思いのほか身は柔らかくて美味しいです。ポークチャーシューは油が少なくあっさりしていて、ワンタンはすり身にエビが入っていて、鴨スモークは燻製の香りが少ししました。メンマの代わりにエリンギのバター醤油味が入っていて突然現れた美味しさが嬉しかったです。メンマが入っているものだと思い込んでいたのでそのギャップに惹かれました。麺はストレートの中細麺でしなやかなイメージです。だしは貝だしがめちゃくちゃ効いてます。貝だし醤油ラーメンでかなりあっさりしたスープなので最後まで飲み干してしまいそうになります。ここも一度は行ってみてほしいラーメン屋さんです。次は絶対にくら丼を食べたい。大阪心斎橋にある IKR51 さんでした。ぜひ行ってみてください。はい、マロンおすすめのここは行ってみてほしいラーメン屋参戦でした。いいなというお店があったらチャンネル登録と高評価ぜひともお願いいたします。そのチャンネル登録高評価がマロンの励みになります。ラーメンが好きなのでよく食べに行きますが、まだまだ知らないラーメンがあると思うとワクワクです。皆さんのここええでうまいでといったラーメン屋さんがあればぜひコメントで教えてください。まだまだラーメンに限らずたくさん食べて動画配信していきますのでぜひよろしくお願いいたします。では今回の動画は以上になります。バイバイ。